ハーニー軍は、アメリカ合衆国オレゴン州に属する軍の一つ。オレゴン州東部八州の一つである。1889年に設立された。軍の名称は、豚戦争に参加し太平洋岸北西部でその名を、轟かせた、陸軍主官ウィリアム・ S ・ハーニーに由来する。2000年における軍の人口は7609人であった。オレゴン州の軍としては、最大の面積を有する。 ルイス・クラーク探検隊が活動していた頃、この地では先住民族が生活を営んでいた。彼らは北部パイユート族といった。テニの族やワスコ族と戦った部族である。ピーター・スキーン・オグデンはこの地を探検した最初のヨーロッパ人であった。オグデンは1826年、ハドソン湾会社の毛川旅団を引き連れている最中に、この地を訪れた。 ハーニー軍は1889年2月25日、グラント軍の南部に三の領土から分軍士成立した。武装した夜間機種が軍の重要書類をハーニーからバーンズへ密かに運び出してしまうなど熾烈な政治闘争が巻き起こった末、1890年にバーンズが軍庁所在地の座を勝ち取った。マルヒワガワインディアン居留地が 大統領命令で創設されたのは1871年5月14日のことだった。オレゴン州にいた北部パイユート族はこの居留地へと収容された。北部パイユート族の子孫は連邦政府によって認知された部族社会バーンズパイユート族を築いた。そのうち35.5%以下の人々がバーンズ近郊のバーンズパイユートインディアンコロニーで生活している。 現在、部族の経済は、オールドキャンプカジノという、小さなカジノと、現地の農場経営者への不動産賃貸によって、支えられている。伝統的に、ハーニー軍の経済は、放牧、牧用、材木の3産,産業によって支えられている。鉄道が1883年に、ハーニー軍に延伸し、一時は、家畜産業を潤したものの、同時に、多くの農業従事者や、 牧羊従事者をこの地へ呼び込んだことから産業環境層が激化し後には家畜産業が衰退するに至った野生の馬を捕獲飼育する産業は一時期多くの富をもたらしたハーニー軍はグラント軍と共に国内最大のポンデローサ松の森を有している狩猟、キャンプ、魚釣りを楽しめる場所が豊富にあることからレクリエーション活動が重要な産業として 急速に成長しつつある。1862年から1934年まで、軍の領土はホームステッドの対象となっていたが、現在においても連邦土地管理局は、軍内に総面積の62%にあたる300万エーカーもの土地を所有している。全国に適用された1894年の経理法の後押しを受け、 ハーニー軍の乾燥した土地が灌漑と入植のために、州へ譲渡された。しかし、水資源開発の試みはすべて失敗に終わり、しまいには、開墾法の下で申請された。土地請求はすべて放棄もしくは取り消された。マルヒは国立野生動物保護区が1908年に設置され、1936年に区域が拡大した。 現在では保国の面積は159,872エーカーもの規模に上っている。放射がスティーンズ山の地域で採掘されているほか、ウランが同地域南部で採掘されている。東オレゴンの他の軍と同じく、ハーニー軍においても有権者の大半が共和党の支持者である。2008年の大統領選挙の時には、ハーニー軍の70、45%の有権者が、 共和党のジョン・マケインに投票し、二十五点七九パーセントが民主党のバラク・オバマに投票し、三三点七パーセントが第三政党もしくはライトインキャンディデートに投票した。この値は二千四年の大統領選挙の時と比べると若干民主党への支持へと移行している。二千四年の時には七十六パーセントが共和党のジョージ・ W ・ブッシュ、二二十点七パーセントが 民主党のジョン・ケリー1.3%が第三政党もしくはライトインキャンディデートに投票していた。アメリカ合衆国国政調査局によると、ハーニー軍の総面積は26,486平方キロメートルで、そのうち26,248平方キロメートルが陸地0.90%に当たる239平方キロメートルが水地である。 ハーニー軍はオレゴン州最大の軍であり、アメリカ合衆国全体を見渡しても第9位の面積を誇る軍である。スティーズさんはハーニー軍の地理で最も重要な要素であり、その高さは海抜9700フィートに上る。スティーンズさんの登録にはアルボード湖やマンコなどの湖が連なる。スティール山地帯の範囲は数マイルに及ぶが、その他の地域は 非常に平たい。軍の南東にはアルボード砂漠が広がり、オレゴン州で最も乾燥した地域になっている。北方にはハーニーボンチが広がり、盆地内にはマルール湖やハーニー湖が存在する。2000年の国勢調査では、軍の人口は7609人で3036世帯2094家族が暮らしていた。人口密度は1マイメートルあいにだった。 例、スクエアミの平均密度に3533件の住宅が建っている。人種構成は、白人91.93%、アジア系0.51%、アフリカン・アメリカン3.97%、先住民3.97%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種1.30%、および今月、根結2.09%である。 人口の4.15%はヒスパニック、またはラテン系だった。先祖構成は、ドイツ系21.1%、アメリカ系11.1%、アイルランド系10.3%、9.7%、イングランド系である。規模は小さいが、スペイン系のバスク集落がある。軍民の75%は市生化しているバーンズ、またはハインズの地域で暮らしている。 非法人地域ではクレーンが唯一人口が集中する地域であり、軍人口の7%以下を抱える。ローウェンとライリーは人口例の無人地域である。その他の地域では、軍全体に及び、人々がまばらに散在して生活しており、そのほとんどは大規模な農場を所有している。 3036世帯のうち29.40%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、58.00%は夫婦で生活している。6.80%は未婚の女性、または家婦が世帯主であり、31.00%は結婚していない。25.90%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 10.20%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.45人であり、結婚している家庭の場合は2.94人である。軍内の住民は26.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.40%、25歳以上44歳以下が26.60%、 45歳以上64歳以下が26.10%及び65歳以上が15.00%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は102.90人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.20人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は3万957ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万6917ベイドルである。男性は2万7386ベイドルに、対して女性は2万1773ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は1万6159ベイドルである。 人口の11.80%及び家族の8.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.70%及び65歳以上の13.90%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。